厨房のアリス最終話魔犯人が明らかにアリスと幸い生の運命とは。女優の門脇麦が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ厨房のアリス毎週日曜夜10時30分の最終話が24日に放送される。門脇麦主演厨房のアリス。本作は料理は科学ですが、口癖の自閉スペクトラム症、ASD を抱える、料理人、80、森アリス、門脇を、はじめ、それぞれに生きづらさを抱えた、登場人物たちが織りなす、ハートフルミステリー。共演に、大森奈緒、永瀬廉、キング&プリンス、前田敦子らが名を連ねる。厨房のアリス最終話あらすじ。静止さんは私の本当のお父さんなんですか？自分の過去と向き合うことに決めたアリス、門脇麦は幸い生、永瀬廉と一緒に五条製薬の創立記念パーティー会場へ出向き、誠氏、萩原雅人から真実を聞き出そうとする。アリスの実の父親は本当に、誠氏なのか。だとしたら、母、美智子、国中涼子が一人でアリスを産んで育てていたのは。なぜ？25年前に研究所に火をつけて、美智子の命を奪い、幸い生の父、テルを、竹財テルノスケに、横領の罪を着せたのは、一体誰？静止さん、あなたは、それが誰だか知っていますね。アリスと幸い生に、誠氏はついに真犯人の名を明かす。一方その頃、新森、大森奈緒も大きな決心をして、パーティー会場に現れた。牧子、木村多江と、道高、北王子金也がいる控室のドアを叩いた、心守るは、驚く二人の前で、真実を打ち明けようとする。あの25年前の火事、あれは事故じゃないんです。実は、その言葉に牧子は動揺して、明らかになる衝撃の真実。すべてを知ったアリスと幸い生が選ぶ道とは、どんな壁だって一緒に乗り越えられる。アリスの優しいご飯がみんなをつなぐ胸いっぱいの最終回。